お疲れ様です。フリーランスで失敗する人の特徴ね、動画拝見して思うところは結構ありましたね。自分の得意分野を捨てられない人ってのはまあダメでしょうね。自分の得意分野って強制的に使えなくなる時っていうのがいつでも来るっていうことを覚悟しないといけないのと、あと自分の得意分野って結局ライバルが絶対いるんですよね。でライバルを差し置いて自分がじゃあトップの位置に立てるかっていうと立ってないわけですよ。とてもじゃないけどね。だからやっぱり得意分野をいつでも塞がれても大丈夫なように、やっぱ学び続けて別のスキルもちゃんと身につけておくってことで、得意分野が1個じゃなくって10個も20個もあるからフリーランスで成り立つと思うんですよね。1個しかなければ誰がね、1つしか、例えばね、寿司屋に行ってマグロしかありませんってとこ行きたいですかって話なんですよ。いろんな食材があるから選べるわけじゃないですか。で商売に来ているのにお客さんがね選べないっていうのは何なんでしょうかね。でもほとんどの人はそれに疑問を持たないわけですよ。これの専門業だからみたいな感じで固定概念持ってしまうんですよね。でもどうなんですかね。やっぱりこう例えば一つのね、まあパソコンでもいいんですけど、パソコンの何かの一定のスキルが得意だとしても体力に得意なスキルがなければ結局続かないわけですよね。すぐに疲れてしまって納期が間に合わなくなったりとかね、それこそ無理して生活を歪めたりとかしてるわけなんで、だから一つの特徴じゃダメでしょうね、きっとね。思えばその会社員ってすごくシンプルに一個のことだけやっておけば、例えば税金の処理とかね、経理とかっていうのは他の人がやってくれるからいいんですよ。だから会社員として自分は稼いで生きてるんだっていうのはちょっと違うんですよね。本当にこう無数にある仕事を一つだけ割り当てられて、営業なら営業だけやっておけばいいよとかね、なんかそんな感じで、すごく会社員っていうのは仕事の一部分しか見れないわけですよ。エンジニアさんもね、エンジン部品とかもしかしたら作ってるかもしれませんけども、じゃあデザインって分かりますかって言ったら分かんないですよね、これはね。まあけどね、これね、営業の得意な人は必ずやってるんですけども、営業の人ってね、例えば自分の扱う商品を作るところから関わったりとか、それに対するコストとかもちゃんと総務や経理に行って勉強したりするんですよね。そうやって全部のことが分かるから営業が得意になっていくんですよ。何も売り込みがね、口八丁手八丁で上手なわけじゃなくって、商品に関わることは制作から準備、アフターサービス、そしてから廃棄の問題まで全部分かるからなんですよね。太陽光パネルっていうのが一時期ものすごく流行りましたけども、太陽光パネルの営業の人ってお客さんも太陽光パネルのことについて知らなければ、営業もよく分からなかったんで、今すごく問題になってるのが、その太陽光パネルの耐用年数が過ぎて20年経ってね、20年以上経って廃棄が2万枚出てるわけ、2億枚か2億枚の廃棄があるんだけども、分解できなくって産業廃棄物にそのままなっちゃってるんですよ。だから不法投棄が相次いでいるわけなんですよね。これは誰も考えなかったのかなと思っちゃいますよね。私もだから太陽光パネルを屋根に引くセルフバックとかやってね、営業前に来てもらったんですけども、この太陽光パネル使えなくなった時どういうふうにするんですかって言ったら、撤去費用はいくらかかるか分かりません、その時にどの業者がそれをやるのか分かりませんってことなんですよ。だからもしかしたら撤去費用1枚につき5万から10万かかると思ったら、じゃあパネルをね20枚ぐらい引いたらかける20枚なんですよ。全然利回り取れないってことが私予測できたんで、結局何回来てもらってもそこに回答が出なかったんで、契約はしなかったんですよね。でかい屋根があるのに契約しなかったんですよ。でもそれで良かったなと思います。今ね、20年ほど前に太陽光パネル引いて、そして10年前が一番流行ってたんですかね、その頃に太陽光パネル引いた人が廃棄の問題でもあえいでるわけですよね。で業者がないわけですよ。あっても高いんですよ、業者が少ないから、引っ張りだこでね。で、まあ引き取ってもらってもその太陽光パネルを持っていくところがないらしいんですよね。まあしまいにはもう山にね、自分の持ってる山とか休館地、農業をやらなくなったところに太陽光パネル引いた人は地盤が弱くなっちゃって山崩れを起こして、で付近の住民にものすごく迷惑かけて賠償って問題になったり、それから太陽光パネルから染み出したね、わけのわかんない液体とかが近くの川を汚染したりとかして訴訟問題になったりとか、なんか一体これ、こんなことが分かっていれば契約しなかったのにみたいなことになってるらしいんですよね。で最大の問題は太陽光パネルって儲からないんですよ。
儲からないからどうしてるかっていうと、通常の電気代に賦課金って言って、太陽光パネルとかなんとか関係ない人からね 17% ぐらい踏んだくってるんですよ。太陽光パネルの売電費用を賄うために、通常電力を使ってる方から上乗せして 17% を踏んだくってるわけなんですよ。それを集めて太陽光パネルの売電費用にして、太陽光パネルで、利益を上げてらっしゃる方っていうのは、要するに通常電力を使ってる我々からね、むしり取ってるという仕組みがあるんですよね。しかもこれどん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 値上げになるらしいです、これからも。最初ね 10% ぐらい、いやなんか 3% ぐらいから始まったらしいんですけども、気がついたら 10% を超えて今 17%。 太陽光をやってない人は、太陽光をやってる人に毎月毎月余計な電気代をね払わされてるという現状ですよ。これは一体みたいな感じですよね。まあみたいな、ね、多角的に見れる人じゃないとやっぱり商売って難しいなっていうのと、あとはね、ランニングコストですかね。経理が苦手な人とか簿記ができない人っていうのは基本的に商売やらない方がよくって、数字にすごく疎いわけですよ。これいくらかかってるって聞かれた時にみたいな感じだったりとかね、お金を扱うために自分の仕事を持ってるのに、そのお金の感覚がないとかね、今までにいくら稼ぎましたみたいなことにパッと答えられなかったりとか、これからどのぐらいまでいくらぐらい稼げそうですかって質問に、ちょっとわかんないねって答えるだと、これはちょっとね、企業のセンスはないかなと思うんですよ。だからね、規模は違うけども、起業するってことは自分で一つの会社を運営してるのと同じなんで、じゃあ、一般の会社をやってる人がね、将来展望とかこれからかかるコストとか会社の寿命が予測できてない人がやるっていうのはすごく怖くないですかって、社員としては。だからここまで考えながら、いや自分の仕事だってほとんどの人やんなくって、つまり作業をやってるんですよ。作業をやってお小遣いもらってるわけなんですよね。だから高校生のバイトに行ってるのと同じ感覚なんで、まあそれでね、うまくやってる人はいいと思いますよ。でもほとんどの人は何がしかの環境に守られて、それをやることを許されているってところなんじゃないかなと思うんですよ。まあね、厳しい言い方になりますけども、これは私が思うわけじゃなくて、ただ現実を捉えてね、こうやって情報としてお届けしてるわけであって、これに気づいたらちょっとはやり方変わっていくんじゃないかなとかね。だからね、企業人口が1000万人以上いるのに、なんで不況が続くのってことは、まさに足を引っ張ってるというふうな言い方もできるんですよね。人の利益を踏んだくって自分が仕事をやった気になっているところが、太陽光パネルと構造がよく似てるところかなと。太陽光パネルを引いてる人のおかげで我々の電気代が意味もなく値上がりしてるってことなんですよね。そういうふうにね、構造を知るとやるべきかどうかってことがやる前から分かるんで、儲からない仕事とか周りの人のおんぶに抱っこしないとできないようなことはやらなくなっていくっていうことなんですよね、きっと。まあでも本当にやり始めならしょうがないんですけどね。スタートして最初のね、うちはそういうことに気づかずにやってもしょうがないんだけども、まあ5年とか10年やって気づかないっていうのは、まあ単なる怠慢であるし、それはもう本当にセンスがないなと思いますんで、害悪でしかないかなというところになっちゃうそうです。まあ私もそういう時期はね、随分長くありましたけども、私の場合は自分でその負債の責任を取ったんで、まあやらせてくれって話ですけどね。だからね、考えれば考えるほど、本当になんかこう、もうちょっと準備した方がいいんじゃないかなとかね。じゃあ何を準備すればいいのか、少なくとも誰かから学んだ方がいいんじゃないかなっていう時に、じゃあ誰に学んだらいいんですかって言ったら、舞姫大学ということになるわけですけどね、今日のオチでございます。じゃあナミさん、お問い合わせがありましたらご対応よろしくお願いします。いや本当にね、商売の準備をせずに商売始める人が多くって困っちゃいますよね。それね、ビジネスってまさに自分の命を支えるものですから、別にそれがなくったって大丈夫だよって人がやるから困るんですよ。だからビジネスを手放してお金が入んなかったら、明日にでも飢えてしまうっていう感覚の人だけだったらね、もっと緊張感のあるマーケットはできると思いますけども、いやまあね、ちょっとやってるだけだからとか、頼まれたからとかね、そういうもんじゃないと思うんですよね。それこそのた打ちもあるように、まあ、お金っていうのは人からもらうもんですからね、常にこの人に払いたいと思わせるような、まあ、それも準備になりますけども、なんか動機づけっていうのは必要なんでしょうね。なんかね、
昨日もちょっと注文があったんでね、対応したんですけども、すごい思いが伝わってきますよね。高いお金を払ってまで久保さんのところに属したいっていう思いがものすごく伝わってきて感動ですよ。だからまあ私もね、誰よりも優れた部分をいくつも持っていたいなと思いますし、その一つがやっぱりこう丁寧で迅速な対応でしょうね。そして包み隠さず出ていくことですよ。まあビジネスっていうのはほら、八百屋に行っても、最近八百屋はないですけども八百屋に行ってもね、ファミレスに行っても覆面してる店員さんっていないんですよね。顔出し名前出しやってるわけですよ。だから私は通常普通のところでやってるんですよね、顔出し名前出して。まあ、商売でお金いただくんだから当たり前だと思うんですけども、でもなんかこうそうじゃない道も今あるのかなと思うと、私の商売の概念を変えていかないといけんのかなっていうところがあります。もちろん変えたからといって私がそれをやるってことはないんですけども、顔も出さずに名前も出さずにやる商売もちゃんと成立するんだよってことは私は大いに認めてるところなんですよね。あとはどちらに適性があるかだと思うんですよ。やっぱりね、隠れているからこそ言えること、提供できる真実もありますよね。まあ、特にその性関係のこととか、ああいったアンダーグラウンドのことっていうのは顔出し名前を出しをするともう言いたくても言えなかったりすることがあるんで、それはもう隠れた方が効果が出るよねってものはまああるわけなんでね。そういったことも込みですし、逆に私がねスライド動画をやるとそれはそれでアクセスが取れたりとかするかもしれないんで、今ね気になる男シリーズでやっております。あ、つうか気になる男シリーズ作んないと。じゃあいってらっしゃい。